京都駅のアバンティという南側の商業施設のビルの地下1階なんですが、キッパーズケルシュ、というところでございます。揚げバルって書いてありましたね。でランチに行ったんですけれども、ワンコインランチっていうのを見つけたので、早速言ってみましたんですが、アジフライとミンチコロッケだそうです。でキャベツがいっぱい、これ大量にあんのが、これめっちゃ嬉しいですね。でアジフライなんですけどね、揚げバルというだけがあって、もう揚げがものすごい香ばしくてサックサクなんですよ。多分油のラードの含有率がすごい高いんだと思うんですけど、サックサクで香ばしくてめっちゃうまいっす。ポテトサラダもね、いい感じでございました。味噌汁はまあこんな感じなんですけど、でコロッケも中身まあこんな感じなんですけどね、揚げ方がうまいのと揚げ油のせいなのか、カリッとサクッと本当に美味しいんですよね。これ500円で、しかも京都駅に隣接しているっていうのはなかなか、強力だと思うんですが、でまあアバンティなので本当に駅前なので非常にいいかと思いました。夜はなんか飲み放題コースとかいろいろ、まあ基本的にここ安いんでしょうね。京都駅の南側のアバンティの、地下でございます。いやここ本当にサクサクで、カツが美味しいので、とんかつとかまた絶対美味しいと思うんですよね。串カツとかもあったらもう確実に美味しいと思うんですが、また行こうと思いました。でアバンティ久々に行った2階が全部ドンキホーテになってて、大きいドンキホーテで何でも売ってるんですね。すごい面白かったので、今観光客もあんまり、海外の方もおられないので、のびのびといろいろと、拝見させていただきましたが、またですね、コロナ収束して東京とか名古屋に出張がある際には、こっちに寄ってみたいと思いました。そんな感じでございます。チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。